出雲の神社に来たんですけども、社務所はね、半分で、ね、姫の湯そばといって、お蕎麦屋さんになってます。ゴールデンウィーク休まず営業しております。いろいろ経営の関係で経営の関係ってありますか。お蕎麦屋さんになりました。結構山の中なんで、なかなかやっぱりいろいろなことを含めるとそうならざるを得ないのかなって気がしますけど、稲田神社というところです。稲田神社、出雲だとあのいろんな神社もあるんですけど、なかなか奥の方をね行く人も少ないでしょうから。こちらが参拝殿で、奥の方に本殿があります。本殿は改修中ですね、今ね。改修中。まあ、行けることは行けるんだけど、改修中ですね。うん、改修はね、お金結構かかるんで、大変なんですけど、これ山の中のね、神社って、この人もなかなか、ね、社務所に行くと相談されるんですけど、どうしたらいいですかって。いや、今インターネットとかね世代なんで、なんだかこういうものを残せるといいんですけどね。ちゃんと本殿ですよ。こちらは参拝殿、もう一個あるんですね、うん、これは大社造りかな、うん、なんか檜皮だったんだけれども波板を張って和風化を防いでるという感じですかね。大社造りはね、一番古いあのやつはあの鴨巣神社という神社に行っていただければ一番分かりやすいと思いますけど、こういう石の上に立ってるからどうしてもねあの風化が出てきちゃうんであれなんですけど、こちらはね多分神仙殿とかだと思うんですね。お宮がね、いつまでも続くといいんですけどね、半世紀、大世紀ぐらいに誰だけどこういうところが保てるかなっていうのがすごく心配ですね、私は。稲田神社